日曜の夜はせっかくグルメ2時間スペシャル。マミヤさん、はい、お腹のコンディションどうですか？仕上げてシリだ。ずっと日村さんズルしてたんで美味しそうなもんばっか召し上がってたじゃないですか。 あれズルなんですよ。してねえわ、この番組のルールだよ。間宮祥太朗さん、菊池風磨さんコンビが茨城県つくば市へ出動。イケメン2人がハイテンショングルメ探し。うわれズルさせてもらいますわ。絶品グルメに2人も悶絶。これはうまいよ。うますぎる。おいしそう。日村さんは日本全国4カ所で極上グルメを食べまくる。うま。日曜夜7時。勝ったね。せっかくなので YouTube 限定配信、お肉大好きなバナナマンのお二人の3大ミートランキングを発表。さあ日村さん、はい、3大ミートのベスト3、はあ、第1位は、あ、もう早っ、早い、いや圧倒的、もう1位は鳥です。おー、鳥ですか。来ました。おー、嬉しかったのね。一緒ですね。豚が何言ってんだよみたいな。ねえ、本当、ね、鳥、あれ日村さん鳥ですか。もうね、ここ3年連続1位ぐらいです、ね、鳥は。もう鳥、焼き鳥が大好き。焼き鳥、僕の中で毎年やってたんですけど。 あったんですね、はい、1位は鳥、焼き鳥が大好き。鳥好きってのはね、はい、ここ最近、これも大人になってからでしょ。そうです ね、 ね、もう鳥の油だったら本当いくらでもいけますね。鳥の油だった、鳥の油。そっか、でも気になるのは2位ですよ。はい、2位は何かね。2位は、はい、2位は豚です。あー、豚豚だね。あ、そう、豚、2位豚、豚、豚はなんで2位ですか。豚やっぱりあっさりしてていっぱい食べれるしヘルシーだし、というか量いっぱい食べれるって感じ。豚ヘルシーだしってちょっとよく分かんないですけど。豚ヘルシーってのはね、これはもう鶏ヘルシーは分かるんですけど、豚ヘルシー、まあ食べ方にもよりますけど、まあまあしゃぶしゃぶとかね、はいはい、豚しゃぶしゃぶかな、俺の場合はね、まあね、はい、うん、まあもういくらでもいける豚だったよね。あ、牛も美味しいけどね。牛うまいよ、うん、焼肉とか、はい、ね、美味しいけど、はい、いいんですか。大丈夫です。もうこれ決まりで、鳥一、二位豚、三位牛、三位牛、もうロックしますからね。うわ、やべ、ロックって言われるとすぐ嫌だね。なんかね、恐ろしい。牛に悪いなと思っちゃってるんだけど、うん、まあでも今のところロックでさせてください。いいですね。どうぞさせてください。わかりました。はい、ありがとうございます。じゃあ社長行こう。え？行こうか。俺？三大ミート。うん、ええー？いや、聞いたんだ。言ってたのに。聞いたんだ。決められないよ。いや考えてからやろうよ、これも。これは決めらんないよ。我々決めたんですよ。いや、決めてやったんだから、うん、もうロックかかってんだ。なんで決めなきゃいけないんだよ。自分で言ったんだから。あんたが言い始めたんだよ、これ。こんな私たちだって苦渋の選択ですよ。ね、これ苦渋だけど、こんなベスト3はもう第1位。第1位よ、第1位。第1位は、第1位はじゃらん、豚。おお、これは今までないよね、豚1位の人。結局あれ豚ナンバーワンなんじゃないかって、もうね、特に冬場、うんうん、鍋なんかの豚のね、活躍ったらない、うんうん、いや鶏もうまいよ、はい、鍋、うんうん、豚のね、なんつうの、あのフットワークの軽さ、はい、鍋における豚ね、鍋における豚はもう本当に可能性しかない。どの鍋にも合うもんね、豚。そう、そうなんですよ、そうなんだよね、優秀です。まあとんかつも好きだしね、はい、まあね、うん、うん、あと焼き豚とかチャーシュー系も大好き、はい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 、チャーシュー
豚ってやっぱオールマイティだね。そうなんだよ、うん、豚のもうほんとすごいいいじゃん、うん、豚、うん、ね、うん、確かに1位豚だ。1位は豚にさせてください。はい、ってことは第2位はどうなるんだ。くーこりゃ困る。が第2位の前に一旦コマーシャル。いやいや行かないから行かないから、また出るの。行かないの。いやいや、それぐらいの食べ方だから。いやいや、第2位お願いしますよ。第2位は第2位は鳥です。やっぱ牛じゃなくなるんだよ。いや、このね、鳥はもうほんとここ何年かでもう飛ぶ鳥を落とす勢い。あら、あギュンときましたよ、やっぱ鳥。最近ほんとね、鳥をただ焼いてね、はい、食べるっていう焼肉、鳥とネギだけしかやんない焼肉ってのをね、はいはいはい、家でやってるんですよ、それで、あの全国に美味しいタレがあるんで、はい、ここの番組でもらったタレをちょっとつけてね、はいはいはい、で秋なんかは松茸とかはちょっとねお高いんですけど、松茸とネギと鶏だけのシャレ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 てるシャレてる。そうなんですよ。これが抜群に、すだちとかも仕事だし、抜群に鶏は焼き鳥も美味しいね。焼き鳥うまいしね。いやー、でもこれは本当なのかな、牛は3位って。4人中牛が3位の人が3人いるんだよ。いや、牛違うんだよな。でも違うんだよな、牛は牛でね、ローストビーフも大好きだし、そうですよ、もうステーキなんて俺は一時バカステーキって言われた男ですから、ね、もうステーキバカがバカ通り越しちゃって、もう大好きステーキっていう、今も好きですけど、焼き肉も好き。もうでもね、もうこれ6かかりますからね。ロックは勘弁してくださいよ。これはロックかかりますね。ロックかかるんですか。ビーフォアチキン、チキンですからね。そう、いやいや、牛食べるかも。機内食、機内食。これは永遠に悩みますね。そう、いやー、マジでロック解除したいよ、本当に、うん、したい。じゃあ皆さん、自分のベスト3は忘れないでください。これで一生ね、これで一生です、一生ね、一生かどうかは分かんない。せめて1年にしてください。勘弁します。一生かどうか勘弁してください。それは、ね、はい。